何しようっていうことで、まさかまさかの、すごいなんか、あ、猫の日だ。ありがとう。これはフォークさんでいいのかな。ありがとうございます。あ、猫の日。え、これ虎？ あ、着せ替え。にゃんにゃん。かあかあ。かあ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 。そうなんです。お揃いのね、ツインテールをしました。まあ、猫の日っていうのもあるので、ちょっと可愛い感じでやろうかなと思い、こういう感じになりました。どうですかね。多分ツインテールもあんまりしないんですけど、まあ今日は 配信もなかったのでやりました。いや、結構ね、福田あかりさんが瀬取りとかも、多分瀬取りとかの衣装とかも多分考えてくれて、写真見た方は分かると思うんですけど、めっちゃ久しぶりになんかこう、何て言うんですか、こうマリンルックの衣装があるんですけど、結構昔の衣装なんですけど、それを着て久しぶりに、めっちゃ狭いっていうかきついんですよね、あれ。なんか多分当時中学生とか高校生のメンバーが着てた衣装だから、私は折り目じゃないんで自分の衣装じゃないんですけど、なんかもうみんなの多分7年前の衣装だからめっちゃきつくて、もう入るかなと思ったんですけど、肩とか大丈夫かなと思ったんですけど、まあなんとか無事入りました。楽しかった。リバーとシェカラシカをやらせてもらって、多分あかりんさんセレクトなんですけどね、みちさんのあの掛け声は多分本当にもう聞けるか分かんないなって思いながらやってました。みちさんとあずみんのダブ戦で かっこよかったですね。で、シェカラシカはもうあかりんさんがずっとやりたいやりたいって言ってた曲で、マイカーでもシェカラシカやってるんですけど、その時のたんびにシェカラシカ絶対やりなよみたいな感じだったね。あ、また猫来た。にゃんにゃかにゃん。ありがとう。すごい。今日限定なんですかね、このギフトって。もしかしたら。ありがとうございます。にゃんにゃかにゃんにゃん。にゃんにゃんにゃん。ありがとう、ピカちゃん。そうなんです。もう本当に楽しくて最高でした。特典会もありがとうございました。特典会も楽しかった。 多分なんかずっとうるさかったと思うけど、私めっちゃ楽しかったです。なんか配信ないのが残念なぐらい本当に楽しい楽しいフェスになりました。なんか第3弾も決まったみたいでね、第3弾の発表の仕方、本当に悪い発表の仕方してましたけど、あかりんさんが。 もうなんか私、福田あかりからお知らせがありますとか言って、めっちゃみんなシーンってなって、私福田あかりはとかめっちゃ溜めるから、もうずっと隣がサラピだったんですけど、サラピとなんか2人で「ええマジ？いやでもあかりんさんに限って卒業絶対ないよね」とか思ってたら、福田あかりボリューム3決まりましたって福フェスの告知やった。あれは良くないですね。わ、あずみんが泣いててかわいそうだった。もうめっちゃ私の近くにいたファンの人が「やめてやめて」ってずっと言ってたから、まあ違ってよかったけど、本当に良くない発表の仕方してた。でもね、第2弾の中、開催の中、第3弾がもう決まってるのってすごいなって思いました。9月ですかね。あとね、アンピーが来てたんですよ。そうだ、アンピー来てて、ちょっとストーリー撮ったから、ちょっとアンピーに「え、アンピーもう一般人だから載せちゃダメなんかな」って言ったら「うん、まあでも、大丈夫です」って言ってたから、ちょっとアンピーの写真と動画をもうめっちゃ撮っちゃったんで、載せます。もうマジね、ずっと可愛いんですよ、アンピー。やめてからもずっと可愛くて。
なんかずっと可愛いを更新してて、もう楽屋に来てくれるたびにみんながみんなでハンピー可愛いってずっと言ってました。猫猫が猫であるようにニャンニャン猫ニャンニャン猫猫もっともっとあっち行って、ありがとう石男さん猫ゲット。いやー、アンピー可愛かった。それも私的に福フェスハイライト。なんかでも何気にあんまり時間がなくて、まあ勝手に四国観光大使が終わってからは他のアイドルさんのステージを見れたんですけど、なんか意外に時間がなくて結構メールとか全然送れなかった。猫ミームした。え、今日はね猫の日だったからね、ちょっと猫ミーム入れてみたよ。ヘタレたちの時とかに、あの普段あーヘタレたちよってこうなんかフリーで何でもやるところがあるんですけど、みっちゃんと一緒になんかハッピーハッピーハッピーやった。ヘタレたち、あとチュッピースッピーナバーナバーも入れてみたハッピーハッピーハッピーの誰たちよ、ここらで一度走ってみないかって、あのこのチュピチュピダバダチュピチュピダバダ、ちょっといろいろとなんかミーム入れてみた。猫ミーム気づいたかな、小ネタぐらいです。猫ハッピー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 見せる機会があんまない。今日は可愛い服着てます。靴見えないわ、ロングブーツと。本当はこれでなんかインスタの写真撮ろうかなって思ったんですけど、あの撮る時間なかったから何にも撮ってない。今日はワンピースです。あったか配信あったか配信。今日マジギリギリだった。インスタ、インスタ毎日更新途切れるって思ったやっぱ私は1ヶ月続くなんて無理なんだって思ったけど、なんとか投稿しました。 BLT グラフのショット載せてます。なんか結構昔のやつなんですけど、広島の御手洗っていうところのロケしたところが可愛かった。わ、猫また来た。チュピチュピラバラバチュピチュピラバ、ああデビ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 デデデ、ありがとう杉原さん。毎日更新中です。でもサラピがちょっと褒めてくれた気がする。なんかインスタ更新してたら、沖さんインスタ映えないキャラでしょって言われたから、このカフェうまいって言われて、わマジでって、なんか久しぶりに心から嬉しかったカフェの写真褒められた、よっしゃってよっしゃって思ったハッピー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 。明日はファミですね。ワンミのさ、私物さ、M ステのティッシュさ、持ってこようと思ったんやけどさ、やっぱ持ってた、ダメだった、M ステのティッシュ。なので、なんか、着てた服とか、なんか、カバンとか、そういう系になります。でも、ちゃんと、キャリーケースは持ってきた。いや、ダメではなかったんだけど、なんか、
でも大事な思い出だから取っておきなさいって言われて、はいってなった。確かに、はい。なんか諭された。それはでも大事な思い出だからって取っておきなさいって言われた。なので明日のファミの私物プレゼントはキャリーもね、確かにまあお得度で言ったら確かに高いか。でも個人的にはバッグもおすすめ。まあ何でもおすすめなんですけど、はい、明日はファミですね。よろしくお願いします。楽しみにしてます。明日はファミの前が撮影だから早起きしないといけない。ひえー、起きれるかな。でもね、もう私に比べたら今日はもう本当に、もう、あ、違う、私に比べたらっていうか本当に今日のスタッフさんに比べたら私は全然働いてないから。今日マネージャーさんがね、まあ、福部さんが担当してたマネージャーさんがね、本当に真面目な人なんだけど、なんか働きすぎるんよねいつも。で、今日大変でしたかって聞いたら、明日起きれるか分かんないって言ってて、いや大丈夫ですよって、多分許してもらえますよね、どうしてもあなたならって。こんなに毎日起きてるんだから許してもらいますよって言った。明日は担当が丸々と丸々だから起きてくれるか不安なんだって言ってて、なんか私たちメンバーってそんな心配かけてるんやと思って、ごめん、本当にごめんねって思って、ちゃんと起きるよメンバーも、頑張るよって、ちゃんと起きます。不安なメンバー担当らしい、応援してあげてください。私も多分その不安なメンバーに入ってるんだろうけど、私は今日はね、早く寝るんで大丈夫です。早く寝るんで大丈夫です。よいしょ、なんか毛玉がいっぱいついちゃった帽子に。けど寒いって聞いて、東京がなんかマフラーとかで完全防備したんですけど、意外になんか、まあ、室内だからかな、あったかくてマフラーと帽子を一緒にカバンの中に入れてたらめっちゃ毛玉がついて、毛玉というか毛が、真っ白なボードになる。大丈夫か、これもお気に入り、もうずっとかぶってる。これは私物プレゼント出そうかなって思ったんですけど、でもこれマジでかぶってるからこれはちょっと出せないと思って。一番ね、何でもかぶれる。レッスンの時でも、レッスンっていうかリハ着でもかぶれるから、これは出せれないんだ。明日寒そうね。明日寒いよ、すごい。もうツインテールが崩れてきてる。ツインテールが崩れてきてる。キャップ似合う、キャップ女子やで。ここ鏡。でもちょっとツインにキャップって変かも。キャップ系女子、多分この後コンビニ行くんで被ったままでいいよ。やってます、ありがとうございます。確かに東京寒いかも、うん。皆さんも風邪には気をつけてください。そして明日のファミよろしくお願いします。明日のファミよろしくお願いします。
ダンスキレキレだった。嘘、今日めっちゃ疲れた。なんかまだなのか、もう食べ行こうかな。なんか食べに行こうかな。コンビニもいいけど迷うな。迷っちでも明日な、早いからな、もう寝るのもありだな。今日ライブ楽しかったです、本当に。また猫来た。あ、この角度良かったかも。持っておけばよかったのか。これだったら多分椅子でも大丈夫。手で持ちました。手持ち配信楽しかった、本当に。かわいい、ありがとう。ありがとうございます。今日はありがとう。こちらこそありがとうございます。楽しかったです、本当にね。なんかホームだった、めっちゃ。なんかアウェー感がないっていうか、まあ福フェスだからっていうのもあるのかな。なんかもうめちゃ、私あんまフェスとかでこう、ワクちゃんみたいな聞いたことないんですけど、ワクちゃんかわいいよ、結婚しよみたいな、なんかああいうあのしゃがれ声のコールを初めて聞いて、なんかめっちゃ嬉しかった。私にもそういうタイプの掛け声あるんやと思って、このフェスでしかあの聞かないあのコール、ワクちゃんかわいいよ、あれがね聞けて嬉しかったですね。みたいな、言ってくれてるやんって言って、スタンディングエリアで3時間仁王立ちしてた。な、本当にね、スタンディングの皆さんもうめっちゃお疲れ様って思った。ありがとうございます。勝手に思考観光大使の時も STA の時もありがとうございました。楽しかったです。もうね本当に楽しすぎた。また出れますように。9月ね、9月の福フェスも出ちゃうかな。ぴょんぴょん音はいましたか。いや夢力からいましたね。いや夢力って飛びたくなるのかな、マサイ曲なのかな、夢力って。ジンピョウジンさんって、私あの最近のなんかアイドルの界隈のあのツーステあるじゃないですか、こうやってツーステップやるやつ、こうやってあれ、ね、STA の曲なんかできないかなって思ったけど、なんか全然曲が思い浮かばなかった。STA のファンの人がツーステップやってるの見たい、わかる。なんか TikTok とかで最近見るんだけど、なんかコロナでコールができなくなったファンの方の新しい応援の仕方、ツーステップ。どうやってやるんだろう、めっちゃ難しそうじゃない。あれみたい、誰かやってほしい。まあ STA の曲でツーステやってたらちょっとおもろい。うん、本当に楽しかった。ちょっとお水飲みたいな。なんか差し入れもいっぱいいただけて嬉しかったな。お水飲もうかな。ASMR 配信者の画面、はい、これはステージドリンクですね、持って帰ってきました。いただきます。ごちそうさま。じゃあ壇上読んで終わりたいと思います。
誕生日読みます。13位ゼリーさん、12位まことさん、11位かずねさん、11位かちゃん、9位すぎやんさん、8位山猫坊主さん、7位虫男さん、6位バンボイさん、5位ホクさん、4位あちゃさんでした。ありがとうございました。そして3位とりあえずルービーさん、2位こばちゃさん、1位がとうとうさんでした。ありがとうございました。ということで配信見てくださった皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、そして何よりも福フェスに来てくださった皆さん、ありがとうございました。楽しかったです。明日ファミということで、ファミもお待ちしてます。明日待ってます。まあ明日はね、なんか花だれもあったりするからね、おたかつする方は楽しんでください。バイバイ、ありがとうございました。楽しかったです。頑張るよ。バイバイ、おやすみなさい。もう化粧が取れ取れた。明日。